中央に来て、と危ないボールだ。メキシコ、そのレベルのメキシコがあります。メキシコは金を獲得しなければなりませんでした。En la previa se esperaba un partido más disputado, pero México fue superior en todo momento. México fue el claro dominador del partido y lo demuestra en el marcador, goleando por 3-1 a la selección local. Ambas selecciones ya se habían enfrentado en la fase de grupos con resultado a favor para los japoneses. Luego de los goles de Sebastián Córdoba y Johan Vázquez en el primer tiempo, la segunda parte empezó con un nuevo tanto de los aztecas, ahora mediante un golpe de cabeza de Alexis Vega a los 58 minutos. A diferencia del encuentro de la fase de grupos donde Japón demostró más ofensiva, en el encuentro por el tercer lugar, México asume el partido con mucho corazón y se queda con la medalla de bronce. Escucha cómo lo narraron los japoneses. Recuerda suscribirte toda la pasión por la tri en un solo canal. あとこれゴール前にクロス入ってくる状況で板倉の空中戦生かしたいみたいなのはあるんでしょうね。おお、決めた。さすが。ちょっと時間がな。劇場が結構ミスってくれたからね。あれだったけど。なかなか追うよりも、そうですね、さっき言い忘れた攻撃面で言うと、クロスボールに対してのね、脅威っていうのは格段に上がりますね。三笘批判の抜き方。L1 押して四角罰のやつ。あ、あと時間どんぐらいある ?43 分。全然なくはないね。誰と変わって20番入れたんだろうね。どっちでいるんでしょう。あれか、2トップの一角か。コルドバに変えてかな。アンテナだけ、これなんで名前書いてる。さあ、これでね、一気に流れが、流れというか、選手たちの精神的なところがね、やめる。いやー、もう打てなくてよかったよ。ここでね、田中を置いとけばなーっていうふうになんないといいですね。ここで上田がなー、一列を、一番前から降りてきてくれたりとかするとね、あー、でも、サイドチェンジボール何度かなった。ガエル監督の限界が分かった大会だった。いや、それ本当にね、あの、みんなで声大にして言ってほしい。だって、もう優勝したい言ってたアジアカップ、あの、決勝トーナメント進んでブラジルと戦わしたかったって涙ながらに語ったって言われるコパアメリカ、あと相手チームがちゃんと前からプレスと後ろからビルドアップ作ってくる親善試合、そして今回みたいなメダル取るぞって選手たちに怒ったぐらいの感じで臨んだオリンピック。全部同じミスしてんじゃん。相手が用意してきたものに対して自分たちは無策っていう。これでまだ爪隠してるとか言う人いたらもう笑っていいと思うよ。今まで言ってた人たちも笑っていいと思うし。ほんと監督の限界ですよ。でもこの限界の監督を、まあ選んでのサッカー協会だし、そのサッカー協会が、じゃあ森保さんダメだから、次この人だったらこうこうこういるでいいですみたいなのはなんないからね。今後とも僕らは、ね、監督に助けてもらえないで、自分たちの力で頑張って、最後崩れ落ちる日本代表の選手たちを応援し続けるしかないですよ。いやー、辛いな、久保のこのシーンとか。お前は悪くないぞっていうね。泉谷さん、本当にここ取った時に結果が出ない。もうみんな頑張ってるからね、ちゃんと頭使って。その頭使ってない監督のチームが、ここ取った時に結果が出ない。そうっす。本当、ワールドカップの最終予選とか、正直あの、オリンピックって、あの、日本ぐらい気合い入れてきてくれた国って多分スペインぐらいなんですよ、ペドリで呼んだりとか。他だってね、他の国ってオーバーエイジとか呼んでなかったり、なんなら普通に出場資格ある選手も呼べなかったりしてんじゃん。このメンバー揃えてメダル取れなかったのって、必須やばいことだと思うし、もうワールドカップの最終予選とかさ、ワールドカップってさ、他の国がさ、オリンピックよりもちゃんと国を挙げて本気出してくるじゃん。ほんと選手たちは俺マジで何も悪くないと思います。マジ辛いね。うん。ねえ。いや、やれること、選手はほんとマジでやったけどな。選手が気づける中でのやれることは。であとはこのね、悔し涙をね、嬉し涙にね、変えてあげるのがね、指導者だったり、引っ張る立場の監督の仕事ですからね。シュート系。はい。まあ、ここで。中央に来て、と危ないボールだ。ついてたと思うんですけども。ちょうど、はい、考え方、ゲームの運び方、変えてきますか。メキシコは、もう。左足でボールを扱いながら。抜けた、相馬、チャンス、切り返してシュート。まあここ思い切っても1対1仕掛けてシュートでしたね。
4番の富安です。さあ裏を取ってくる酒井宏樹、上がってきた。さあもうシンプルなワンツーですけども、酒井よく入っていきましたね。そうですね、巻いてくるようなイメージか。久保が行った、巻いてきた。サイド前でスラしてというプレーですが、このボールがちょっと浮かせてきました。右サイドバック入ってきました。いいですね、いいですね。林前を向いた、サポートが欲しい日本。林が前行ってシュー、中山雄太、遠藤航絡めなっている。ドリブルで行く、サイドに行って中山雄太、中山雄太バックアップ、相馬行って、今度はコンビネーションといいますが、いや中山の股を抜いていきます。浮かせて逆サイド、酒井宏樹上がっている、ヘディングで突破に行った、腕で弾いてクロスボール、チャンス林のライです。左で持って逆サイドに振って、ここには誰もいませんでした。柔らかくフリーラー、チャンス日本。クロスでになっている、数的優位になっているメキシコ、クロスボール逆サイド。出方に応じて臨機応変に戦いたい日本、サイドのスペースが空きます。そして迎えたこの東京オリンピックのメダルマッチもメキシコが相手、やはりこの相馬に出てくるボールが多い。単独で突破に行く、こういう積極性をどんどん出してほしいです。はい、サイドに制限をかけていきたいところですが、中央ドリブルで仕掛ける、相馬との位置でボール受けましたよね。こういう仕掛けができたと思いますので、ここになる堂安、堂安またげが入ってクロス、血切られてましたから、まあ、縦に仕掛けて、まあ、ここ左利き右のクロスになってるんですよね、はい、そうなった時に今度中に刺していってますから、ボールが入った。ちょっとこのパスが、スタートです。後半の入りも非常に大事。7番の久保、林、林、林、久保、あいいテンポで遠藤からハイネス、1対1。はい、ということで皆さんどうもこんばんは。いよいよ今日はですね、この東京オリンピック世代、泣いても笑っても最後の試合、銅メダル、メダリストをかけた最後の一戦です。日本代表メキシコとの3位決定戦を送りついたいのは日本、日本マジで頼むよ。もうみんな頑張ってるからね、ちゃんと頭使って。その頭使ってない監督のチームがここ取った時結果出ない。そうっす。で本当ワールドカップの最終予選とか、正直あのオリンピックってあの日本ぐらい気合い入れてきてくれた国って多分スペインぐらいなんですよ。ペドリで呼んだりとか、他だってね、他の国ってオーバーエイジとか呼んでなかったり、なんなら普通に出場資格ある選手も呼べなかったりしてんじゃん。このメンバー揃えてメダル取れなかったのって必須やばいことだと思うし、でもワールドカップの最終予選とかさ、ワールドカップってさ、他の国がさ、オリンピックよりもちゃんと国を挙げて本気出してくるじゃん。ほんと選手たちは俺マジで何も悪くないと思います。マジ辛いね。うん。ね、やれること、選手はほんとマジでやったけどな。選手が気づける中でのやれることは。であとはこのね、悔し涙をね、嬉し涙にね、変えてあげるのがね、指導者だったり、引っ張る立場の監督の仕事ですからね。